い、皆さんこんばんは。今回は岐阜県の恵那市にありますメダリオンベルグラビアリゾート、こちらのアウト1番から9番までのラウンド動画になります。この日はね、事前の天気予報では午前中曇りで午後から晴れるっていう予報だったんですけども、見事に外れて雨の中のラウンドとなりました。少し前にね、三脚とカメラを固定できるこうレインブランケットってやつを購入したんで、こちらと100均で購入した子供用の傘、これを組み合わせて撮影して撮ってきました。このね、レインブランケットはね、ちょっと便利なんで、雨の日とか動画を撮ったりする人は持ってるといいかもです。はい、ではこちらのメダリオンベルグラビアリゾートですけども、宿泊施設のあるゴルフ場ということで、泊まりでのラウンドもおすすめになってます。特にね、夏場なんかは標高もちょっと高いところにありますし、レストランのテラスでバーベキューができたりと、まあいろいろ楽しめそうです。ゴルフ場だけじゃなくてね、テニスコートも屋外が2面、屋根付きの屋内のコートが1面あります。後からホームページを見て分かったんですけども、ペットと一緒に宿泊できたりとか、ドッグランもあったりと、まあいろんなね、楽しみ方ができると思うんで、来年の夏にはね、ワンコも連れてね、泊まりで行ってみたいゴルフ場の一つになりました。宿泊の詳細についてはゴルフ場のリンクを概要欄に貼っておくので、そちらからチェックしてみてください。クラブハウスは赤い屋根が印象的で、ちょっとね、天気が悪いのとラウンド後に撮影したのもあって、若干ちょっと暗いですけれども、こんな感じですね。入り口を入ると吹き抜けになっていて、2階3階が宿泊施設、螺旋階段を降りたところにある更衣室は、こんな感じですね。グレーを基調にシックな作りになっていて、広くて高級感がありましたね。カートは自走式で、コースガイドは紙のラミネートタイプ、ピンまでの距離は色分けをされた杭を参考に、ピンポジションやグリーンの傾斜なのかは詳しく書かれたものが別ファイルになっているので、そちらを参考にしてください。雨の中のラウンド動画は、今回初めてになるのかな。それではアウト1番から9番の模様です。よし、じゃあお願いします。
結構滑った。浮かないとダメ。
もまっすぐ行くよ全部。だからまっすぐね。いかがでしたでしょうか。2番でねミスしたんですけど、一度トップしてこうバンカーに入って跳ね上がってグリーンのめっちゃいいところに落ちるっていうね、まあそんなミラクルもあったりバーディーがあったりしてね、いい感じに回れましたね。特にねこの日はティーショットがね安定していたのが良かったですね。無駄なパットも多かったですけども、まあ、それ以外のショットに関してはまあいい内容でした。
まあ、雨が降ってくれたおかげで、まあ、グリーンスピードがね若干遅くなったんで、まあ、合わせやすかったんですけども、まあ、晴れてグリーンが乾いてくると、まあ、上からのパットとかは速くて難しいんじゃないかなと思いました。雨の日はねいろいろやることがあって、ボールを一回一回拭いたりするのは面倒なんですけれども、まあ、砂がついて全然転がらなかったりっていうミスも出てくるんで、皆さんも気をつけましょうね。基本的にフェアウェイも広いですし、コースの手入れもしっかりしているんで、グリーン周りのねバンカーにさえ入れなければロースコアが狙えるコースじゃないかなと思います。晴れの日はねちょっとやっぱ早そうなんで、グリーン奥は要注意、ピンは手前から狙っていくのがベストではないかなと思われます。昼食後の後半の模様をアップしてきますんで、また覗きに来てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。